シャーロック・ホームズです。キュービットです。こちらはパートナーのワトソン君。よろしくどうぞおかけください。どうも。それでどう思いですか、この絵ですが、何か分かりましたでしょうか。踊る人形を一列に並べた子供が描くような絵ですが、こんなものどうしてそう重要視されるんですか。私はそうは思わんのです。実は家内が非常に気にしておりまして。家内は。お続けください。ホームス君は友人ですから。何も言わず死ぬほど怯えまして、何気なく振る舞おうとしてますが、あの怯え方はただごとじゃありません。庭のベンチに書かれたらしいが、写しは正確でしょうね。できるだけ正確に写しました。使用人のいたずらかと思いましたが、違うと言います。もし家内の身に危険が及ぶようなら、全財産を投げ打ってでも守ってやりたいんです。まあどうぞおかけください。タバコはいかがですか。どうも。ああいや結構です。まず奥さんのお話をお伺いしましょう。その私のうちは500年も続いている地主で、地元ではソープ荘と呼ばれてます。独身で通してきたんですが、3年前ロンドンへ出てきたことがありました。めったに出てこないんですが、女王の即位60年祭を見たいと思いましてね。宿は気楽なところと思いまして、パーカーさんが泊まってる私の教区の牧師さんなんですが、そこへ泊まることにしました。同じ宿に若いアメリカのご婦人がおられて、パトリックという人です。ヘルシー・パトリック。お互い一人旅なので、二人でロンドン見物などをしました。あなたのお金目当てでは。とんでもない。家内はそんな女じゃ。もちろん分かってます。そんな意味じゃありません。それでそのヘルシー・パトリック嬢のロンドン訪問は即位の見物のためですかな。いやいや、だいぶ前からいたようです。何でもアメリカが嫌になって各地を回った末、イギリスに来たそうで、それで毎日会ってるうち、私は年甲斐もなく彼女に惚れ込んでしまいましてね。嬉しいことに彼女も私の気持ちに応えてくれまして、結婚しました。なるほど。それもこっそり二人きりで登記しました。家内の家柄など私は知らんのですが、世間が何と言おうと私は幸せで結婚してよかったと。失礼ですが、キュービットさん、脱線なさらんように。ああはい。実は登記書へ行く当日でしたが、私は有頂天でした。しかしあの日は、思い出してみると奇妙でした。エルシー、私、お話があるの。ヒルトン、後ではいけないかな。私今まで言わなかったけど、今ならまだ間に合うと思って。エルシー、今さら何を。最後まで聞いて。これは神かけと本当なの。私心から愛してるわ。でも私のこと何もご存じないでしょ。聞かなかったもの。そうね、そういうあなただから好きになったの。あなたの妻になっても、私個人としては過去に何一つ恥じることはありません。これは信じていただきたいの。そしてお会いする前のことは何も聞かないと約束して。約束できないと思いなら、このままダービシャーにお帰りになって、私とのことはなかったことにしてください。分かった、約束しよう。君を手放せるわけないだろう。その後の3年は実に幸福でした。その幸福な日々に初めて影が差したのはいつのことでしたか。はっきり言われますな、ホームズさん。あなた話の要点をはぐらかしてお話したから。あれはそう、今年の5月でした。
あなた。ああ、ここよ、客間に来て。あれを見て、どう？いや、見違えるようだね。もういいわよ。途中で郵便を受け取ってきたよ。請求書に、これは君にだ。アメリカの消印だね。シカゴだ。あ、そう。お昼まだかな。早く頼むよ。切らないままに申したんですか？そうです。なぜか分かりませんが、私には分かる気がします。アメリカは彼女の過去で聞かないと約束したことですからな。それ以後家内には心休まる時がなかったんです。打ち明けてくれればいいんですが、彼女は一人思い悩むようになりましてね。過去に何があったとしてもです、あれの落ち度ではないと信じてます。そして踊る人形の、そうなんです。いかがです、キュービッドさん。最良の解決策は秘密を打ち明けるように奥さんを説得されることだと思いますがね。それはできません、約束ですから。家内は話したくなれば話してくれるでしょう。しかし私から強制することはできません。だが私自身が行動を起こすのは別ですから、お願いするんです。面白い、やってみましょう。ご近所に見かけない人物はいませんか？いや、別に。客を止める農家もあるようです。しかし近頃は見かけませんな。まずとりあえずはダービシャーに戻られて警戒してください。もしまた踊る人形の絵が描かれたら、正確に写しを取って大至急送ってください。ではそうしましょう。どうも。キュービットさん、奥さんの悩みの元になったその手紙ですがね、確かにアメリカからのお便りでしたか？ええ、シカゴの消印でした。どうも、気をつけて。ご心配には及びませんよ。こうか。写し取ったら洗い流せ。誰にも言うな。終わったら書斎に来てくれ。至急手紙を出すから。エルシー、エルシー、どうしたんだ？あなたを探してたの。ドアの音がしたね。どっか行ったのか？そうなのか？もう休みましょう。朝になれば気分も良くなるわ。原因はあの絵なんだろう。
踊る人形の絵なんだろ。ああ、あれ別に。ごまかすな。ただのいたずらよ、ジョークですよ。ねえ、どこか旅に出ましょうよ。ダービシャは私大好きよ。ヒルトン。何を見た？何も見てないわ。お願いよあなた。ヒルトン、行かないで。誰か外にいるんだな。ヒルトン、危ないわ。もし怪我でもしたら。奴が怪我するのが心配なのか？